してご紹介をさせていただきます。まず本学の変革でございますが、1910年に福岡県の大川市におきまして、現理事長のおじい様が高木眼科医を大川市に開設し、その後1962年にはお父様の高木惟彦氏が外科医に、開設していると。2016年4月に成田市神津の森に医学部語学科、すなわち看護学科と理学療法学科、作業言語医学検査学科、医学部語学科を開設の予定でございます。今 SNS ね、Twitter とか LINE だとかそういうもので本当にいろんな人たちから評価、それ間違ってんじゃない、やめた方がいいんじゃない、いろんなコメントが来ますよね。そうするといちいち動揺してしまう。でも自分でこれがやりたい、これかな、私が好きなこと、こっちの方面かなと思うことほど私はそれまで正しいことはないと思います。ある子供があるやり方でやる気を出さなかったときに、親や教師っていうのは別のやり方を用意してあげて、それで自分この子に合った動機づけを用意してあげるっていうのが、やっぱり一人一人子供たちってのは違うわけだから、それを用意してあげることができたらやる気を出させることができる。やっぱり自分の子供のことだからめんどくさいと思わないでですね、75個なるべく試してほしいというのが、まあ、私が申し上げたい。今看護の大学は平成4年ぐらいからね、毎年毎年10校ずつ増えてます。毎年ですよ。それでも学生さんはたくさん来ます。それはきっと看護という仕事をこの時代したい、超高齢社会の中で自分を看護という仕事を通して何か貢献したいという方たちが増えてきてるんじゃないかなと思います。非常に今求人も多いです。現在求人が、1病院から50名募集だと、1病院だけで50名とか、何名でも結構ですとかいう形。今現在ここが非常に大きな広がっているところです。まあ、これは日常の生活でいろいろできないことが出てきます。例えば1個で食事ができない、字が書けない、仕事に就けない、さまざまなことができる出てくるわけですが、そういうことを具体的にできるようにするという簡単な明快なサービスであります。言語聴覚士に求められるものということで、やはりこの4つの視点を持った言語聴覚士を、まあ、育成していきたいというふうに思っています。信頼される言語聴覚士になるために、倫理的視点をきちっと持った言語聴覚士を育成したい、それから高い専門性を持った言語聴覚士となるために科学的視点を持ってほしい。この検査をする人というのは当然臨床検査技師が中心でございますが、またこの検査の機械を開発する方、また売る販売、こういう領域にですね、だんだん人が必要だという時代にもなってきているところです。千葉県では医療資源というのは、例えばベッド、もちろんあとは医師、それから今日のテーマである看護師、セラピスト、技師、そういった医療資源がですね、現在でも十分とは言えません。本学が成田にこの医学部語学科を開設することで、千葉県あるいは地域にどのような貢献がまずできるか、これをお伺いしたいと思います。で今度 の成田の方の看学部では、4年教育の中で看護師と保健師の国家試験の受験資格が取れるような、そういう教育内容を考えております。成田近辺の病院で働く看護師が増えるということもありますけれども、もう一つは病院だけでなく訪問看護というのが昔はなかったんですけれども、新しく訪問看護というものができまして、でそこから訪問看護に行きます。大田原 の市では教員と市町村との間で非常に相互支援が行われていると。そしてあと学生、まあ、理学療法では学生1期生は栃木県出身が 10% だったんですけれども、就職するときは 30% その栃木県に就職していただけます。まあ、そういう面では非常に多くの就職が千葉県にしていくのではないかというのが一つ。千葉県は言語聴覚士の養成校がない県の、まあ、全国の中でも一つになっていると思います。
で、まあ、養成校がないと、先ほどのちょっとお話がありましたように、その当該県に言語聴覚士として勤める勤務者の数がどうしても養成校がないところは少なくなるということで、まあ、そこら辺をこの学校ができることによって言語聴覚士を輩出し、そして千葉県にの指定されるところに、まあ、多くの言語聴覚士が勤務していくことになるだろうというふうに思っております。今日は短時間でありましたけど、非常に貴重なご意見を各専門家の先生方からお伺いいたしました。これをベースにですね、我々この成田市に素晴らしい、医療福祉医学部語学科の学生を教育していきたいと思いますので、今日ご出席の皆様にはぜひご支援を賜ればと思っております。今日は長時間にわたってどうもありがとうございました。